国が調査した結果日本の有機農業の面積っていうのが0.4%っていうことで発表されてるんだけれども、まあ、これは古,古いんだけどだから今増えてるかもしれないし逆に減ってるかもしれないしっていうのが現状だけどもとりあえず0.4%っていうのが、えー、目安になってます日本の農地の0.4%少ないですよね <coughs> そう少ないのねで 有機農業っていうのは使っていい農薬も少しあるし、肥料も使う。だから俺みたいに肥料も農薬も使わない。えー、だから土にね、草を入れて、まあ、要するに自然と同じような形で土を,土を作っていって、えー、それで、えー、作物を取ろうっていう農家っていうのは0.4%よりももっと少なくて、いや青森県で 俺も知っている人で言うと1人か2人俺以外にいるかなっていう感じなんですよね。だからそれだけよ要するに雪のようやるっていうだけでも結構ね今は受け入れられるんだけども10年前20年前ぐらいだったらなんだあいつっていうかさ迷惑だと虫を発生させやがってっていう感じなんだけどもその中今はだいぶ受け入れられてるんだけどもそういう感じでした。で やけど、今、俺みたいに肥料物の薬も使わないって人はもっと少ないわけだから、どん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 ねあれ、木の目で見られるっていうか、俺自身もやるときね、肥料物の薬も使わないでできるわけねえとか、あなたのやり方は間違ってるとか、そうじゃないとか、なんで美味しくできるわけがないというふうに言わ,れつ言われ続けてきました。だけど、実際にできてみるとみんな、 今ま,でね、今まで食べた野菜とは全然違うとねジャガイモの本場の北海道の人もねジャガイモ大嫌いだったんだけど俺のジャガイモ食ったらあれ美味しいって人参も美味しいってねこんな美味しいの食べたことないって言うのねで枝豆もねけあんまりには毛豆っていうさ固定固定じゃないや固有うう品種っていうかこの地域にね根ざした とても美味しい品種の枝豆大豆あるんだけれどもそれをね農協の直売で買った人がねーんうーんって美味しいねって食べてたんだけどもうち毛豆,毛豆を育てられない環境なんであの栽培期間が短くて毛豆ってのはすごく栽培期間長いんで俺,が俺の場所で植えると湯気振っちゃうから枝豆もまともに取れないんだけどでだから毛豆じゃないのを育ててるんだけどもうちの枝豆食べたら その辺で売ってる枝豆なんかよりもずっと美味しいって全然違うと言ってもらえてだから味に関してはもう俺は相当ね自信持ってるんだけどもだそういうふうになって実際にできたものを食べさせてで品評会に出して最高金賞もらったりで、新聞に載ったりとかしたらねみんなどんどん手のひらをねこう返すのね。 もう最初っからね、美味しかったから俺は分かってたよみたいなさ、なんかそういう人もいたりさ、で、そういうふうにね、そんなやり方でね、変わるわけがないと言ってた人がね、えー、同じやり方のね、木村あきのりさん、奇跡のりんごのあのおじいちゃんね、と会ったらね、うわー、あの人に会ったよーってさ、ミハンな感じになったりしてさ、ね、本当に人ってさ、いい加減で適当だなって、まあ、仕方ないんだけどね、当然、 自分のこと以外ははっきり言えばどうでもいいっていうかさ、あまり関心ないじゃん。俺もないもん。<laughs> ね。うん。それはそれでいいんだけどもさ、やっぱそういうもんだから、やっぱ自分でね、自分で正しいと思ったこと、でそれなりの根拠があるならやっぱりやってみた方がいいんじゃないかなって。ね。それのおかげで俺は、要は日本一の証をもらったし、美味しい美味しいとみんなに言ってもらってさ、で、その技術も手に入れた。で、俺はこれからどうするかっていうと、本当はね、 農業やっていきたくやってるんじゃなくてこういうやり方をね広めたいなっていう思いがあって、ね、技術をね習得する段階はとりあえず人通り落ち着いたと終わったと次はこうやって広げていきたいっていう思いがあるんでねだからどうするかっていうとやっぱ YouTube っていうのも一つの手かなって思ってやってるんだけどああ思い出とやっぱりまだうん 身近だとね理解はあまり得られない青森市とか弘前はまだいいんだけどもね八戸とかね大きいところはねまだ理解がある人が多いんだけども田舎に行けば行くほどやっぱり安いものがいいとか、まあ、野菜いっぱいあるし農家さんがほとんどだからやっぱりそういうところに対する理解っていうのは少ないなって都心に行けば行くほど青森市に来るほど青森市より宮城の方え宮城よりも東京の方とか、ね、首都圏に行くとすごく理解られるのねだから やっぱそういう風なさ、田舎で閉じこもってちじゃダメだと。世間から評価してくる人を探して、その人で自分もやりたいんだって人を探して、その人に情報を届けなければいけないと。で、YouTube やってます。もう俺はね、そういう技術を身につけたんでね、どんどんここでね、話をしていって、YouTube に出していこうと思っています。なんでね、まあ、どういう情報がみんなにとって有益なのか知らないのかってことを俺は逆に知らないんだよね。 みんながね、あの何、ー、だろう俺が知ってて当たり前だろうなって思ったことをまあ知らないっていうことも結構多かったんで、あのー、自然農の法の農家さんでもだからいろんな細かいことでもどんどんちょこちょこ出していこうかなと思います。